こんにちは、速稼塾の方です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。そればかりか、今日もこんなね、大箱で視聴者さんからプレゼントいただきました。ずしっと重いですね。本当感謝に耐えません。重ねてありがとうございます。それじゃあ今日はね、開封していこうと思います。中身まだ私分かりません。あなたのかもしれませんよ。じゃあお楽しみに。はい、カッターナイフで丁寧に開けさせていただいて、バッと開きますね。こんな感じで入ってます。うわ、お手紙いただいてますね。これお手紙が入ってます。お、久保哲郎様へと書いてます。これを読んでいいのかな、読んじゃおうかな、読んでしまいましょうか。うん、あ、結構ぎっしり書いてくださってます。ありがとうございます。背景速稼塾久保哲郎様ということでいただいております。ありがとうございます。これは一人で密かに読まさせていただきます。はい、では今回届いたものは何でしょうか。グッとカメラアングル寄せて、まず包み紙があって、あ、見てこれ、落花生。私が大好きなのをどこかの動画で知ってくれてたんでしょうか。そしてこれはもしかして我が大和くんに、大和くん、機関車ないんだよね、うちおもちゃが。いや、大和くん喜ぶと思います。その他ドラミちゃん、あ、飛行機のおもちゃもまだなかったんですよ。いやー、ありがとうございます。嬉しいな。で、風船ですね。これはどうやっていいのかな、うん、まあこれ遊ばせていただきます。うわー、ありがとうございます。そしてまだある、バリンと、このオレンジの、はい、バッテリー切れてしまいました。入れ替えました。のど飴ですね、のど飴。のど飴が入っていたのと、あとこちら、なんかうっすらとサブレって書いてますね。これは地域の名産でしょうか。サブレ、大和くんも食べますんで、いただきます。まだあります。まだずしっというのがね、残ってますね。これは何だろう、おお、すごいのがありました。ニョキニョキニョキっときてますね。これはね、ほら、春タケノコ。いや、これよく取れましたね、タケノコ。ちょっといいですか、このサイズですよ。これが3つ、ニョキ、お、お、こんな感じですね。これを思いを込めて入れてくださったんですね。ありがとうございます。タケノコのようにすくすくと育てという願いでしょうか。私が育てばいいんでしょうか、それとも大和くんかな、大和くんのことにしておきましょうか。ありがとうございます。嬉しいな、これは。なんかやっぱりね、 YouTube をしててしんどいみたいな動画が、まあ 2,3 日前私上げたと思うんですけども、私ね、しんどいなんて一瞬も感じたことないです。だって見てくださるあなたがいてですね、送ってくださる方がいて、送ってくれないまでも気持ちを、エネルギーをね、私のこの画面に向かって送りながら見てくださるあなたがいるんですよ。視聴者さん、本当に嬉しいなと思います。現在視聴者、チャンネル登録 14,400人前後ですけども、この方たちは何かの期待を込めて私のチャンネル登録ボタンを押してくださった 14,400人だと思います。もちろんね、解除された方もいますんで、その解除された方に関しましては、私が期待に応えられなかったのか、それとも私の役割が終わったのか、ただ単純に私が嫌いになったのか分かりませんけどね。いや、いろんな方がいて、14,400人というと、私の住んでる町が大体7000人なんで、私はね、一つの町の、その町長か村長みたいな感じですね。まあ、これからも隠居 TV、世間から離れて隠居してるのになぜか寂しくて YouTube に出てしまうというね、こんなスタイルでやっておりますけども、今後もよろしくお願いします。48歳、一児のパパでございます。これからですよ、私の人生も。子供が二十歳になる頃は私は70歳。いいんでしょうか。そしてこの日本はその時まで持つんでしょうか。持続化給付金の10万円すら渋るような財務大臣がいて、どんどん景気が悪くなって、本当にこの国は大丈夫なんでしょうか。大丈夫です。それはあなたと私だけが大丈夫なら、それでいいんですよ。いや、良くないか。みんなが良くなるといいですね。ということで、新生活保護のチャンネルとかね、定額給付金10万円のテーマですとか、それからお金を稼いでいこうみたいなテーマ、まあ大体ね、お金に関する問題解決を私テーマにしてますんで、それを中心に、おっとっとっと、喉飴ね、今喉枯れてますけども、これ飴舐めながらちょっと頑張って喋っていこうと思います。いや、でもね、今回大和くんに機関車、これはね、喜びますよ。本当に嬉しいな。飛行機とね、まだこれ持ってなかったんでね、いやー、ナイスタイミングでございます。車のね、ミニカーは何台か持って楽しんでもらったんですけども、これはなかなかいいんじゃないですか。本当にありがとうございます。それでは
お手紙これから読まさせていただきます。感謝感謝でございます。おまけでございます。お手紙の内容を要約してかいつまんでお話しすると、ご家族3人でお住まいになってらっしゃる方が動画を見てくださって、で私のこともね多分家族中に知らせてくださったんでしょうね。今回ご家族でタケノコを掘りに行ってくださったということで、これはね本当に何と言っていいのか、 YouTube 身寄りにつきます。私は銀の盾も金の盾も持ってません。でも今ねプラチナの盾をいただいたような気持ちです。本当にありがとうございます。タケノコ掘りに行ってくれたんですか、感動です。いや今年ねもう元旦と正月が一緒に来たような、そんな気持ちです。元旦と正月は一緒か、盆と正月ですね。はい、失礼しました。それでは今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ますます楽しく頑張っていきます。